よう前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。はい。今回もね、レシート紹介で、また駅の領収書なんですけどね、今回、信濃鉄道って書いてありますね。そう、あそこのね、長野県のね、軽井沢から長野、信濃のあたりまで行ってるね。昔は JR だったらしいんですけど、私鉄になっちゃったんでね。まあ、俺様はこの日は青春18切符で行ったんですけどね、この区間は18切符が使えないんで仕方なく、ね、お金を出して、別に切符を買いましたね。1640円だから結構高いですよね。これはね、軽井沢から長野までの切符の運賃なんですけど、よくよくね、後で調べたら、途中の信濃ってところから長野の間、まあ200円分ぐらいなんですけど、そこはなんか JR 線だったらしいので、ね、18切符が使えたんでね、こう、長野駅で出るときに駅員に行ってね、なんか、こう200円分は返金してもらいましたけどね。でもなんかその JR の改札で出たんで、なんかこれ買ったのがこの JR じゃなくて信濃鉄道っていうところなんで、なんか JR の窓口では返金できないと言われてね、改札出て信濃鉄道の窓口に行って200円返金してもらいましたね。はい。まあその時の領収書でね、1640円ということでね、そう、信濃鉄道軽井沢駅のね、領収書ですね。重井沢駅はないですね。はい。それではさよなら、ボーボー。ボー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 
ー。